きょう午前9時半過ぎ中区錦三丁目のホテル名鉄員名古屋錦で従業員の男性が赤ちゃんの遺体を見つけ連絡を受けた支配人が腐敗している赤ちゃんがいると110番通報しました遺体は損傷が激しく性別は分かっておらず警察は遺体が見つかった場所などについて捜査中として明らかにしていません現場はホテルや飲食店などが入ったビルが立ち並ぶ繁華街で 警察が事件として調べを進める方針です。